もし。あ、もしもし。なんでたけしなの。え、いや、たけしだから。すごい出るの迷ったんだけど。あ、やっぱ迷うんだ、そこで。しまったな、たけしっていう名前だからダメなのか、今までが。そういうこと。いや、すげえ迷ったんだけど。あ、でもありがとう、出てくれて。うん、とりあえず出るタイプだから、うん、出てダメだったら切る人だから。あ、そういうことね、よかった。とりあえず今第一関門クリアってとこだね。どうしたら、なに、え、かけたりしたら全然切られるの。うん、いや、なんか結構なんかいろんな人に切られるっていうか、つながんないのもあるし、あ、見送られるみたいな。そう、そのたけしでしょ、だから男からかかってたと思うからでしょ。あー、なるほどね。男じゃダメなの。いや、だって喋るんだって、男なんか友達と喋ればいい話だから。なあ、まあ確かに。あ、読まないですよ、このアプリは。あー、そっか、ごめん。たけし、あの、本当は自分の名前なんですよ。え、俺男です。どういうこと。あ、俺男なんですよ。本当に言ってる。本当です。え、すごい、ありがとうございます。え、ちょっともう一回言ってください。あ、いいですよ、全然大丈夫です。え、すげえ。あ、本当ですか、ありがとうございます。いくつですか。35。いや、それは嘘。なんでよかった。いやいや、さすがに声が35じゃない。ありがとうございます。まあ、年はね、僕一応非公開にしてて。あ、そうなんだ。はい、YouTuber なんですよ。ああ、なるほど。そういうことです。すごいな。本当に？名前がたけしだからな。名前がたけしだからいかんかったのか。あの、チェルシーっていう YouTuber なんですけど。なるほど。それはやられたな。そういうことです。めちゃくちゃイケボじゃないですか。すごいかっこいいと思いますよ。いや、そんなことないんだ、全然。かっこいいよ。すごい、それどうやって出してるんですか。これですか、あの、裏声みたいな地声を出すんですよ。え、ですよね、なんかそういうの難しそうですよね。すごい、ありがとうございます。好き、悔しい。好き、悔しい、悔しい。え、なんかごめんなさい、ありがとうございます。でも嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございました。